皆さんこんにちは。今回は現在判明している冷凍庫 PC の結露問題と対策、いただいたコメントをもとに更新した今後の予定、気になったコメントについて返事をしようと思います。なおこの動画投稿時は冷凍庫 PC 改造中のため、今回は制作したものの紹介や動作確認はありません。結露問題が分かったんだから早めに説明したいし、コメントをいただいて予定を見直して変えたことだし、返事したいコメントもあったので、じゃあ動画にするかということで、考えを話したいだけ話す動画になっています。前回の動画を投稿して大体2週間になりますが、大変嬉しいことに多くの方にご視聴、そしてコメントという形でアドバイスをいただけたので、やってみたいことや選択肢を増やすことができました。今後の予定に関しては従来のものより時間はかかりますが、多くのことに挑戦していけそうです。2週間前は消極的だったものも今は選択肢として考えているので、私自身正直驚いています。まあ後で話すとして、ではでは始めます。まず結露です。ここでは結露がどう問題になったか、原因は何か、どう対策するかを話します。まずは結露がどうして問題になったかです。実はパート2時点で冷凍庫 PC を冷凍から常温に戻す際に蓋をしていても結露していることが分かっていました。冷凍開始時や冷凍中は PC パーツに特段の変化はなかったのですが、冷凍環境での動作確認を終え、常温に戻す途中に観察窓をなんとなく覗くと、ヒートパイプやヒートシンクなど金属部品が結露していることが分かりました。ただ冷凍から常温に戻す際は PC をシャットダウン、PC 電源自体の電源も落としていたので、結露していてもまあ少しは結露するもんなのかな程度にしか考えていませんでした。ですが水冷乾燥の準備中にマザーボードを外したら、マザーボードとマザーボード固定ネジの間に白い粉末ができていることが分かりました。絶縁用のワッシャーをつけていなかったのが影響していそうですが、もしかして結露で腐食したと不安になりました。ここでやっと、あの結露ってやばいレベルなんじゃと認識し、本格的に結露について考えることにしました。まずはどうして結露するか、原因について考えてみました。まず蓋をした状態で冷凍庫を動かすと、当然ですが庫内を冷やし始めます。すると元は室内と同じ温度と湿度だった空気が冷たくなり、体積が減ります。熱気球が空気を温めて浮力を得るのと逆バージョンというか、身近なことだとお皿に乗った食品をラックしてレンジで加熱した後放置するとぺしゃんこに潰れるのと同じです。つまり冷凍庫内の空気が冷えて体積が減る、圧力が低くなるので室内よりも低圧になってしまいます。すると庫内の空気は圧力のバランスを取ろうとして室内の空気を引き込みます。もともと庫内にあった空気の水分は庫内壁面で結露、さらに冷えて霜になってストックされているのに、追加で入った空気の水分も霜としてさらにストックしてしまうので、庫内に水分が多い状態になります。しかも私が動作確認をしていた時は蓋を外すことなく常温、冷凍、常温、冷凍と温度変化させまくっていました。そりゃ庫内の水分も増えて湿度も高まるわけです。この考えでいくとベンチマーク等で庫内の空気を温めること自体が結構リスキーな気がします。できた温かい空気もベンチマーク等をやめれば冷えるので、さらに水分が追加されそうです。つまり空気が出入りできると、冷凍状態でも庫内が温度変化するたびに水分が増え結露するリスクが高まりそうです。また空気、樹脂、金属など材料ごとの温度変化の仕方も影響すると思います。空気は温度変化しやすいのに対して金属はしにくく、さらに金属が使われている部品というとヒートシンクなど結構大きく重いものなので、さらに温度変化が遅くなります。メンテなどで冷凍状態から室温に戻す際は、PC パーツよりも早く空気が温まって霜だった水分を水蒸気として回収し、冷えたままの PC パーツに結露という形で熱を与える、なんとも嬉しくない状況が起きているのかなと考えています。結露はこんな感じで起きるのかなと思いましたが、一方で現状の冷凍庫 PC では特に対策していませんでした。結露を完全に甘く見ていて、とりあえず冷凍庫 PC ができたから動画にしよっとくらいのノリでやっていました。一応結露対策としてペルチェ素子を使った除湿器を考えていましたが、面倒になって手をつけなかったことに始まり、構造的なところだと自作蓋には山を作って空気が入りにくくしましたが、密閉できるほどの効果はありません。
さらに蓋を乗せた後の養生テープで四隅を簡単に留めただけです。本来はアルミテープで外周をぐるりと貼り付けようと思いましたが、付け外しが面倒そうだったのでやりませんでした。そして ATX24 ピンなどのケーブル貫通部分は隙間テープを使っていることも影響したと思います。ケーブルの形に応じてある程度変形するので断熱性と気密性を期待したのですが、隙間はどうしてもできていました。隙間を塞ごうにも電源固定用のワイヤーネットが邪魔だったので養生テープで適当に塞ぐ程度の処置です。というか隙間テープ自体もよく見ると、穴同士が独立していないタイプだったのでここからも空気が通れたでしょう。まあスポンジとして穴が連続しているから簡単に変形するんでしょうけど、気密の面では不向きでしょう。あと他と比べれば影響は極小ですが、観察窓のアクリルパネルも実は空気や水をほんのわずかに通します。プラスチック系の材料って量の大小はありますが気体や水を通す、正確に言うと透過します。現状の観察窓では断熱性も悪ければ結露の面でも良くないと、常用には向かないものなのかなぁと思います。と問題は多々ありますがどうしようかということで、ここからは結露に対して今後行う対策を話します。構造的にはできれば冷凍庫の自作蓋を密閉できる金属製に変えたいですが作るのが大変なので、基本的にアルミテープを多用して冷凍庫と蓋の隙間をなくすことになりそうです。直接貼ると剥がすときに大変なので、先に養生テープを貼ってその上にアルミテープを貼るつもりです。ケーブル貫通部の密閉方法としては、エアコン用に使われるパテという粘土のようなものを使おうと思います。パテはエアコンの配管時に壁に開けた穴埋めとして使われるもので、変形させやすく密閉性も良さそうです。こちらも直接ケーブルにつけずにまず養生テープ、その後にパテをつけて穴埋めという感じです。というか HDMI や USB などのケーブルをパテでまとめて1本のケーブルみたいにできないかとも考えています。観察窓は今のところ特に処置しません。というかそのうち蓋自体を一から改良すると思います。構造的な対策の他には、除湿したり、ペルチェ素子に逆に結露してもらって水分を回収させたり、PC パーツを空気より暖かくしておいたりと、結露を減らす、しにくくする対策もやってみようと思います。除湿に関しては自作されていた方のブログを参考にシリカゲルを使った除湿器を作って対応をしようと思います。多分5度 C 以上の環境なら除湿器が良さそうですが、0度 C 以下でも故障リスクが小さいシリカゲルを使います。これを使って元からある空気の除湿に加えて、冷やす際に追加されてしまう水蒸気を取り除いたり、冷凍から常温に戻る際に霜が溶けてできた水蒸気を減らせればと思います。ちなみにこの除湿器は戸外に設置して使おうと考えています。ちょうどケーブル密閉方法が簡単になりそうなので、準備や操作、メンテ性の良い感じになればいいなって感じです。ペルチェ素子については、冷凍から常温に戻る際に庫内が常温になるまで、PC パーツの代わりに積極的に結露してもらい、庫内の空気中の水分を霜や結露として回収してもらおうと思います。というかこれってペルチェ式の除湿器とそのまま同じですね。またペルチェ素子は電気を供給することで片面は吸熱、もう片面では発熱する電子機器なので、発熱でできた温風を使って PC パーツを温めさせます。温風が当たれば結露も減るでしょう。PC パーツを空気より温めるというのは、前の2案では不十分だった時の苦肉の策です。何をするかというと冷凍から常温に戻す際に庫内の温度がマイナス5度 C 程度に上がるまで、つまり霜が水に戻り始めようとする手前まで、ベンチマークやストレステストで PC パーツを温めておき、霜が水に戻ってしまう温度域では、PC をシャットダウン、PC 電源自体も電源を切ってショートするリスクを減らしつつ、余熱でどうか結露しないでくれ、と願っていく感じです。思いついたもののやりたくないなぁ。ヒーターで PC パーツを温めるのも良いんですが、PC パーツ全体だとヒーターまみれになってしまうのでこれは保留です。ちなみに現在のところ、PC パーツに防水処理をしたり油没させることは最終手段として考えています。油没については今後の予定で触れるのでここでは割愛しますが、防水処理は一度行うと復元が大変そうなので、できればダイヤを使って結露を許容レベルに落とせればってところです。現在考えている結露対策はこんなところです。次回動画では結露対策した冷凍庫 PC を作って確認してみようと思います。
うまく結露を防げれば技術的に冷凍庫でなくても自然にある低熱源を利用できる可能性があるかもしれないので、うまくいかないかなぁと期待半分。残りは結露対策ができないと冷凍庫 PC の目標である、よく冷えて常用できるに対して、常用性を語る以前に故障リスクがあるので本末転倒じゃんと、うまくいってくれと不安半分です。まあダメでも続ける気ではいるんですけどね。どうなのかなぁ。あとコメントでもいただいてましたが、私も冷蔵庫の方が冷凍庫と比べて結露のリスクが低いと思います。もしかしたら普通の除湿機も常時運転できそうなので、結露の面でさらに安心できそうです。まあ除湿機を動かした分だけ発熱が増えるので、冷蔵庫の冷却能力的には厳しくなりますが、冷凍庫を併用すれば氷蓄熱というシステムが組めるので、発熱をそちらに投げればまだできそうな気がします。で、突然氷蓄熱なんて口走りましたが、これも今後の予定で紹介します。というか冷蔵庫と冷凍庫2つ使うなら、普通の2ドアタイプの冷蔵冷凍庫が良いですね。それも面白そう。とダラダラ話してきましたが、結露については以上です。ここからは更新した今後の予定について話します。まず遅くなりましたが、前回までの動画のご視聴、高評価、チャンネル登録、コメント、本当にありがとうございます。多くの方に見ていただけたことでモチベーションも上がり、コメントとして様々アドバイスもいただけたので、前回動画で紹介した予定ですが変更点が出てきました。前回までの予定では次は不凍液水冷に挑戦でしたが、まず結露対策を実施して、次にインテル純正の空冷クーラーで動作確認をしようと思います。いやーコメントをいただくまで完全にリテールクーラーの存在を忘れてました。コメントの意見に完全同意です。それなのにパート2のサムネが空冷ダメだったじゃまずいですし、リテールクーラーさえあればすぐできるし。ということで水冷の前に空冷のやり残しをなくそうと思います。結果が楽しみです。で、その次が不凍液水冷です。不凍液水冷は前回矢印一つ分で書きましたが、実際に項目やる予定で、単純に不凍液を使った水冷を冷凍庫内の PC に適用するのが一つ目。そして二つ目が先ほど出てきた氷蓄熱システムを導入してみようと思います。細かい説明はその時にしますが、調べたらビル空調などで使われる冷却システムらしく、これを冷凍庫 PC では、冷凍庫の冷却能力を氷という形でストックさせ、冷凍庫では対応できない発熱を氷に処理させるという算段です。ちなみに凍らせるのは水ではなく融点が調整できる不凍液水でやる予定です。当初はこの氷蓄熱で冷凍庫 PC をゴリ押そうと考えていました。で、水冷が終わったら、その後3つの冷却方法を試します。詳しいことは水冷が終わった後に話しますが、少なくとも私は聞いたことのない冷却手段を試そうと思います。今でも DIY 要素がちらほらありますが、さらに増えそうです。ちなみに油、水、エタノールを使うと想定しています。ここまでやって当初は、それまでに試した冷却方法で良かったものを選ぶつもりでしたが、コメントでいただいたガス冷却、ペルチェ素子冷却も挑戦できそうです。まあここに至るのはだいぶ先の話なので、その前に予定が変わっているかもしれませんが、直接もしくは間接的に PC を冷やす手段に取り入れられそうです。というかガス冷却、元エアコンなどで使われるフロンガスを使った冷凍サイクルの冷却について、コメントでいただいた時点は消極的だったのですが、利用できる目処が立ちました。ペルチェ素子冷却についても教えていただき、やってみたいことができたので試そうと思います。現状のところ試す冷却方法については以上ですが、逆に消極的なものもあります。湯没と液没です。湯没は結露対策としては完璧ですが、最後の予定として完成した冷却システムで、その時の最新ハイスペック PC を冷やしたいので、購入してすぐ湯没は個人的に気が引けます。なので結露を減らす対策を頑張るつもりです。液没については冷媒に使われる、濡れない水粉とフルオロカーボン系の液が毒性やら温室効果ガスやらと、利用も管理も私単独では対応できそうにないといった感じです。話が変わりますが、前回動画で取り上げたメモリの動作不良についてです。コメントにてマイクロン製メモリが低温耐性があると教えていただき、液体窒素冷却でメモリと CPU を冷やして OC したという記事を見ることができました。
ということで液体窒素で直接冷やされた実績のある PC パーツは CPU、さらにメモリも加わり、冷却の実績ではありませんが液体窒素冷却用の設定があるのはマザーボードと、PC パーツごとの低温冷却に関する情報を増やすことができました。まあメモリの動作不良はマイナス 30°C で起動するのが厳しいだけで、動作した状態で冷やしていけば動くかもしれませんが、いずれにせよメモリを過温保温する対策の他に、選択肢を増やせることができました。ただ試したい冷却方法をこなしていきたいので、メモリの対策は後回しになりそう、という感じです。また低温耐性が不明だった SSD ですが、いただいたコメントを元に調べたら一般的な動作温度範囲は、0°C から70°C だと分かりました。普通にメーカーのスペック表に載っていましたね。今はなんだかんだ動いていますが、もし SSD が動作不良を起こした場合は、最終手段としてケーブルを使って戸外に設置することもできるので、ダメだった時に対応をしようかと思います。でもケーブルで延長となると SATA 接続のストレージだけですかね。今使っているのは SATA 接続 M.2SSD ですが、NVMe 接続を使いたいので今の SSD には頑張ってほしいです。以上、更新した今後の予定でした。多くの方からアドバイスをいただき、2週間で色々と試したいことが増えました。改めてご視聴いただいたこと、コメントをくださったことに感謝感謝です。最後に米返しを2つします。まずはこちら。一方的に知っている私の方があまり言及してしまうと、先方に不快に思われるかもしれないので簡単に。いやまさか一部同じ名前な上に、同じ音声合成ソフトで同じキャラクター。PC というジャンルについては今私がやってみたいことだっただけなのですが広いところで同じジャンル。気づけば類似点が多いですね。はじめにこのコメントをいただいた時はチャンネル名は違うんじゃなかったっけ?と思い動画を拝見しに行ったのですが、本名を分かった上に冒頭の挨拶までほとんど一緒だったので、ここまで来ると驚くより不安になったぐらいです。まあ私は私として自作 PC 以外にバイクとか DIY とかキャンプとか料理とかアクアリウムとかゲーム実況とかやってみたいな、作ってみたいなと思うものがあるので長く続けていければなと思います。二つ目は BGM 音量がでかい問題です。これは失礼しました。ほとんどバイク動画用に集めた BGM を使い回していたので、曲調が途中乱高下してしまい聞き取りにくかったかと思います。今回は全体的に曲調の変化が小さいものを使ってみましたがどうでしたか?おかしかったらコメントで指摘していただけると嬉しいです。他に動画の作りで気になる部分があったらぜひ教えてください。良い動画を作りたいというのも個人的な願望です。ということで簡単ながら米返しでした。なんだかんだ問題だらけの冷凍庫 PC というジャンルで、投稿者である私がズボラと来て、しかもその上やりたいことを増やし続けていくという、前回動画で善と多難なんて言いましたが、これから先何度も言い続けていくことになりそうです。まあ気の向くまま、ゆっくりといろいろ試していこうと思います。ではではここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。